おはようございます。速家塾の久保でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近のね、話題といえば、やっぱりカルロス・ゴーンさんのね、あの、例の逃亡劇ですね。ここにすごくマスコミの注目とかね、検察とか検察とか、まあいろんなね、えー、警察とか検察ですね、すみません。まあいろんなね、憶測とか。 ああ証拠を、それから専門家のの話、こういういが錯綜してですねなかなかああ紛糾しております、まあ、このねゴーンさんの話題なんですけどもかなりプライベートジェットってものがどういうものなのかって見えてくるところと例えば堀江匠さんとかはもうプライベートジェットも使いまくってますよねだからどういう仕組みでゴーンさんが出たのかってことを早速このね YouTube で解説してくださって後からテレビに出てくるいわゆる専門家みたいな人が後追いでですねこういうふうにしたんじゃないかああいうふうにしたんじゃないかって言ってますけどもなんかね堀江 計算さんの見解っていうのが一番早くってしかも正確ですごく参考になるなというふうな後に専門家の方が出てくるっていうんで何の専門家かなと思っちゃいますよねさあそこでですねこの話題のゴーンさんのことなんですけどもほとんどの方興味ないかもしれませんよね、うん、でも世の中ではこれがものすごく関心事なんですよでこういう時に私たち情報発信者としてはゴーンさんのネタをどん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 発信することによってアクセスを取るっていう手法が一つありますんでこの時期にですね YouTube をやっている人とか YouTuber として うんまあね、自分のね、えー、ここで収入を上げたい復讐にしたいっていう人がこのゴーンさんの話題を出さないっていうのはちょっと痛いなと思うんですよ。でゴーンさんの話題 はっっっっきりり言って興味ないいいいい人もも多ででですすよよねそうう方方やぱ乗たがん例えばねカルロス・ゴーンさんがレバノンに逃れてその自宅が18億円らしいけども自分の暮らしには全く関係ないと自分は18億円どころか今月の支払いもきついんだっていう話に自分ですり替えていくっていう方法があるんですよで私も人気のない頃には今でもあんまり人気がないんですけどもあのブログを始めた頃っていうのはね2015年ぐらいだったんですけどもいつもこういう話題でした ニュースピックの話題をポッと取ってきてねいろんなトピックスを取ってきてそこでこのニュースと私は全く関係ないんだってことで話し始めるんですよそうするとですねこれスイッチって言うんですけども大きなアクセスを集めた後で自分の話題に持ってくるっていうこういう風な手法が使えるわけなんですよねまあ皆さんも情報発信するときに参考にしていただければと思いますそれにしても今日ねゴーンさんの お記者会見がありますんでちょっと大注目かなと思います。この記者会見言うことで話すことによってまた多くのね憶測が飛び立つのかなと思いますよね。うん。一つにはね政府関係者の名前が出てくるということなんでここでね菅官房長官はじめ 安倍内閣うー、自民党の皆さんはね、かなりね、焦ってるらしいんで、これが見ものですね。今度はどんな言い訳をしてくるのか。いやー、なんかね、桜を見る会でも、名簿を捨ててしまったんでありませんとかね、反社会勢力の定義はそもそもないんだとか言って、本当にね、もうなんかコントみたいなことばっかり言い出しましたよね。もう困ったものですねこうう。こういう政党を選んで、こういうのに日本を支配させてるのも私たちなのかなというところで、なんかもう、似たり寄ったりなのかなと思っちゃいますけどね。はい、以上でございます。失礼します。